トラウマなくなる？そう、主にペルセウスが開発した。まだ量産には程遠い試作品だけど。それで実験って、もっと上層でよかったんじゃ。まあ、せっかくダンジョンに潜るんだし、希少な素材も集めた方がお得かなって。それでアイズさんはヘルメス様から護衛の依頼を受けたんですね。うん、薬を狙う産業スパイに知られたくないから、秘密のクエストだって。だから皆さんにも内緒で。ごめんね。ああ、いえ、別に責めてるわけじゃ。ベルクラネル、何とかしなさい。なんで僕なんですか？そうだ、アイズさん、その服すごく似合ってますね。本当ですね。もうアイズさん自身王族みたいで。では王族のように振る舞ってみては。え、ラフォリアさん、私の服を着たついでに王族気分を味わってみる、ちょっとしたお遊びです。この人ひょっとして。雰囲気が悪くならないように助け舟。幸い、というか声もそっくりですしね。私の声を真似てみて。そうですね、威厳を持って彼らに指図してみてください。できるだけ傍若無人な無茶な内容で。あ、楽しんでるだけだ。無茶なこと、無茶なこと。じゃがまるくんよりおいしいもの持ってくるがいい。ぐすん。王族の威厳なんてそんな簡単に身につくものじゃないし、落ち込むほどのことじゃ。でもあの人は。ベル、好きだよ。はあ、大好き、レフィーア。いやあ、私になりきってる。まあ、あの王女様、腹黒。なんていうか、うん、器用そうだし。二人とも仲良くね。はい。ベルト、レフィーア、取られた。グスン。相性最悪だね。剣気にも勝てない奴がいるんだ。